アイスクリアーズクリアーズでーす。すっごいゴミついてた。うちもゴミ見つけた。本当に何になってんの。ゴミ見つけた。ガチゴミじゃん。しかも自分のゴミじゃん。見つけた。はい、かわいい担当のちなっちゃんです。はい、この人とかはいい人だと思います。カジです。これいつまでやんの、この人。ずっと大丈夫、うん、うちはいい。ちなっちゃんってさ、うん、結構なんか自主力高いみたいなさ雰囲気出してるじゃん。もう私はさ鼻についてしょうがない。鼻についてしょうがないの。だから今日は、うん、抜き打ちカバンチェック。うえ、知りたかったの、こういうの。変なもの入ってないかな。いや、知らん。なんかさ、ボロ出してほしいの、ちなつみ。待って。うちさ、うん、カバンだけは絶対やりたくない派。いや、ダメ。今日はやるから。ごめん。いや、違うの。私は、うん、梶島調べで、ちなっちゃんは、まあ、日本したアイドルナンバーワンと思ってるわけ。私はその幻想にね、もう、早4年一緒にいますけど、もう、あ、ちなっちゃん、やっぱいいな、すごいな、その幻想になって、ずっと思ってたんだけど、うん、だけど絶対裏があると思って、カバンとかめっちゃ着てないんじゃないかなって思ったから今日持ってきました。おい、勝手に持ってくんなよ。やめろよ。これやる。ダメです。今日はこのちなっちゃんのバッグを大あさりしたいと思います。イエーイ。最悪なんだけど。このくまちゃんのバッグ使ってるって結構頑丈なんで。確かに。そう、結構あ、なんか大丈夫そう。そうそうそう、うちに殴んないで。自分からやんの。ちっちゃいカバンじゃないと嫌なので、ショルダーバッグじゃないと嫌なのよ。まあ、おしゃれさんなんですよ。まあ、そんなおしゃれさんのバッグは。いいよ。ボロボロであってくれ。せーの。緊張する。大丈夫？大丈夫。いいよ。だって嫁にしたいんでしょ、君。うん、嫁にされる。さあ、行ってみよう。バーン。お、あ、でもパンパンだわ。こうやって見せんの？え、こうやって見せる。こうやって見せるのやばくない？え、いいよ。なんかそういう企画を YouTube でやってる、一昔前に流行ったって聞いただけなのよ。別になんかそんな見てないから。梶島流でいきます。さあ、1個目。待って、汚い。これは何ですか？ポーチ。意外と汚いよね。いっぱい使うタイプなんだね。これに文字はあるんだろうなっていう感じ。でもね、言うてね、そんなにね、使ってないんだよこれ。あ、そうなの。1年くらい。お、1年は。あ、半年とか。嘘。きっと山奥とかに持ってたのかな。なんかペンのインクみたいなのくっついてる、ね、でもなんか好感度高いよ、これは。だって物持ちいい、物持ちいい、長くずっと使ってるみたいな。そう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 。でもポイポイしてないってことでしょ。え、マジうち物持ちやばい。あ、ポイントアップですね。え、中身とか大丈夫？いいの見て。いいよ。え、それいいの？なんかなんで私が遠慮してんの？行かなきゃキャラブレてきた。自分で見たいって言う割にはさ、すごいなんか躊躇するじゃん。オープン。汚い中身も。いや、私ずっと思ってたんだけど、これめっちゃ汚くない？なんかね、これいつも壊れちゃう。壊れてるし。てかここさ、このこれ裸でポーチ入れてたんだけど、中身でこんななってて、もうポーチの中もうチークだらけになってたことがある。でもこれでもなんか好感度上がるね、これ嫌だね。え、いいよ、上げて、汚いわ、汚い、上げていこう、上げていこう。これだってどこぞの指輪よ。それなんかどこだっけ、どの指輪にもうちははまらないんだけど。それ聞いて、うちもはまんなくて外れちゃうのこれ踊ってると。何これ、お前なんか、あ、H&M だ。へー、まあ、M 買ったのにちっちゃいのに、あ、大きいの。へー、大きすぎて抜けちゃ う。足の指かなっていうぐらい進んでくれるね。足のなんかな、これ。こんな、そんなわけあるかい。次行きましょう。次です。うわ、待って、何、まあ、タオルは、まあまあ今のね、ご時世的にタオルあるだけど、だけどさっき手洗った時うちのタオル使ってたの。なんで自分の使ってよ。なんか出すまでにさ、結局さ、カバン触ったら意味ねえなだけど、手打ちの使うな、ポケットに入れなさい。意外と進んでったらさ、なんかめっちゃ綺麗に入ってんの。え、見えるかな、なんかさ、めっちゃ真面目じゃん。めっちゃ真面目に入ってんだけど。真面目なんだって。あれ綺麗だね。まあ、鍵だったりあるんだけど、まあ一番気になったのはこれ。もう何、壁でも食べようとしてるの、マジで。何かあったら食おうとしてませんか？なんかわかんないけど、
いつも箸もらうじゃんコンビニで、で入れっぱなしにしちゃうの。でどのカバンにも箸入ってんのよ、なんかわかんないけど。意図的にじゃなくて、そう、食べたら入ってるのかな、ずっと入れっぱなしで。そうへえ、なんか終わりなんですけど、え、なんか普通にさ、アイドル的なバッグだった。超綺麗じゃない。じゃあカジノ見る。え、待って、本当にダメ。ちょっと待って、絶対さ、こういうのやる人の方が汚いよ。ちょっと待って、絶対汚い。ねえ、よくない。待って、ごめん、ちょっと謝る、謝る。だって見て、ほら。ねえ、待って、まずバッグが汚いわ、思った。そう、うちね、同じバッグを何年も使うタイプなの。これいつもこうやってさ、そうそう、こうやっても歩いてる、うん、あの OL なんですよ。OL じゃない、21歳。お仕事バッグなのこれは。急に地味だよね、なんか。地味。で、待って、本当に汚いわ。ちょっと辛い。え、本当に汚いね。本当にやだ。なんか、入れ方ガサツすぎん？ガサツだわ。はい。ねえ、待って、きガサツに入ってる。待って、こんなぐちゃぐちゃに入れたっけ、私。え、汚い。そう、なんかめっちゃね、猫の毛いっぱいくっついてる。待って、本当それは悩みなんだよ。猫の毛は。ねえ、猫飼ってる人ってしょうがないの。ここの人が穴開いてないの。これは泣いてない。これは泣いてないけど、この人いつも穴開いてるジャージ履いてるんですよ。綺麗だね、この毛っぽいの。でもうちカジノにね、あの洗剤の匂い好きなの。あ、ママありがとう。ママありがとう。これはママのおかげだ。あ、ママありがとうね、本当に。お、なに？この人さ、うわ、本読んでた。本読む。やばい。最近ね、本読む。でもね、違うの。なに、頭いいふりしてる。破れてんの。すごい嫌だ。いいよ、でも何の本読んだの？え、なんだっけ？大丈夫、小説か。ああ、今これ読んでたと思う。なんか意外じゃない、本読んでる。カバーで料理使ってるところがちょっとあんまり女子力ない。いや、本当だ。え、でもなんかめっちゃ本読んでる人っぽくないですか。いや、なんかじゃあこれ一個前。あ、待って、うちこれダメ。わかる人絶対いると思う。待って、ちょっと聞いてほしい。はいはい。なんかさ、本のここってなんか絶対に綺麗にしてたい派だから、あんま気にしないんだよね、そういうの。聞いてほしい。一個前はカバーつけてたの。あのだるまの可愛いね、うん、つけてて、しおりも挟んでた。これは買ったばっかり、まだ読み始めたばっかりなの、うん、だからちょっといいかなみたいな。え、でもさ、さすがにさ、こっちってさ、こうじゃない？こっちこうでこうじゃない？やっても。え、本読む人ってみんなそうなのか、わかんない。私本読み始めたの自粛期間で本を読み始めたから。偉いね。偉いのかな、わかんない。だって頭悪いからさ、本読もうって思ったの。やっぱ頑張ってる人って陰で努力してるんですよね。でも本読まれるのって恥ずかしいですよ、なんか。え、いいよ、恥ずかしい。これ死にしていくんです。死にできないよ、大先生だから。え、本当に嫌だ。でもこれ恥ずかしい。あとは財布と充電器と、ね、これ千葉で買った。キサラズアウトレット、ゴミ入ってんだけど。え、無理なんだけど。ちょっと待って、ゴミ入ってる、この人のカバンの中に。ちょっと待って、これはね、あかん。じゃあこれね、新井さんとこあったら行った時新井さんとご飯行った時のレシートがボーンって入って、あとゴミ。じゃあレシートなんか電子払いが多いじゃん。ちょっとレシートだけピッてもらっちゃう。ねえ、これなんだと、最近鼻水出るからかな。え、やだ、ゴミ入ってたのすごいやだ。でもね、なんかやっぱ使い古してんな。ねえ、バッグが欲しいの私。ねえ、うちも欲しい。だってハゲてるよ。なんか花粉浮いてるみたい。ねえ、あれ皮だったのこれ。皮がもうヨレヨレ。でもちゃんとね、ティッシュとか。ティッシュ着たな、だってティッシュとか。これとかさ、うわ、私、ね、でもちゃんとお守りとかも持ち歩いてたりするんだけどさ。神社大好き人間なんで、ちょいちょいゴミが入ってる。待って、ちょいちょいゴミ入ってる。これアレルギーの薬ですね、完全に。ゴミ入ってた。なんか、ちょっと待って。汚いね、でも。汚いね。なんか物少ないけど汚いね。大ブーメランだよ。ゴミ入れっぱなしにするの結構やばいね。じゃあこれ多分結構初々しいゴミなんだけど。ちなっちゃんのバッグはやっぱり嫁にしたいままでしたが、カジューのバッグは嫁にしたくないバッグでした。違うよ、キャラブレブレバッグ。最悪。
本当だよね、汚いも最悪だしさ。汚いのも最悪だし、おバカちゃんって言われてるくせに頑張ってよ、ね、頭良くなろうとしてる、してるところとかもブレブレすぎて、まあ、でも偉いよ偉いよ。仕事に一生懸命だね彼女は。そんなことないですよ、あの本なんてあの本なんて違うんですよ、こっから曲ができるんですよ。感性大事だなと思ったの。そうそうそう、感動作って書いてあったから、うん、偉いよね。じゃあみんな作曲の本でカジがどんな曲を作るか、ね、楽しみにしててください。私こんな感じで一応作曲をやってるんです。楽しみにしてて、大先生ですから。やめてよ、この人よろしくお願いします。振付師なんで、この人振付師なんで。そうだよ、すごい振付つけてくれますよこれからも。せーの、ミキちゃん。もうやだこの企画、二度とやりません。バイバーイ。いや、壊れるんだけど。